イーストマンコダックはアメリカ合衆国に本拠を置くかつて世界最大の写真用品メーカーであり現在は商業印刷の大手である一般的にはコダックの略称で知られている世界で初めてロールフィルム及びカラーフィルムを発売したメーカーであるまた世界で初めてデジタルカメラを開発したメーカーでもある写真関連製品の分野で 高い市場占有率を占めることで知られていたほか、映画用フィルム、デジタル画像機器などの事業も行っていた。EG s h ー l CX7532000 年頃までは世界的な大手企業であり、写真撮影の決定的瞬間を意味するコダックモーメントという言葉もできた。1975年には世界初のデジタルカメラを開発するなど、アナログ分野だけでなく、 デジタル分野でも高い技術力を誇っていた。しかし、写真フィルム事業での大きすぎる成功のため、写真フィルムの業績に悪影響を与えるとの理由から、発明品であるデジタルカメラの商業化を見送るなど、デジタル化の波に乗り遅れ、2000年代以降のフィルム市場の急激な衰退に伴い、2012年に会社が倒産した。コダックモーメントとは、 市場が急激に変化する決定的瞬間を意味することになり、旧分野での大きすぎる成功のため新たなイノベーションに乗り遅れるイノベーションのジレンマ、または進行の技術が旧来の優れた技術を破壊的に駆逐する破壊的イノベーションの代表的な犠牲者として知られることになった。2012年の倒産後は企業規模を大幅に縮小して再出発。 2013年に再上場した。最盛期6万人を超えた従業員は現在約10分の1程度となっている。コダックという社名は力強くシャープな感じがすると同時に創業者のお気に入りでもあった形を挟んだ単語をいく通りも考えた結果として生まれたものであって単語そのものに特別な意味はない。アメリカコダックにて製造されたレンズの製造番号の 頭には、製造年生歴化2桁を示すアルファベットが2文字、ついており、C イコール1、A イコール2、M イコール3、E イコール4、R イコール5、O イコール6、S イコール7、I イコール8、T イコール9、Y イコール0を表している。例えば ES であれば1947年製で、あることがわかる。コダック合同会社は、イーストマンコダックの日本法人、 同社の完全子会社である。ありがとうございます。